ゆりこ海外です。皆さんこんにちは。イエイ。見た？見た？気がついた？私の新しいの髪型。わー。すごくザロックな感じするからいい感じです。でも今日は髪の話じゃなくて、ちょっとエッチなのシーンのアニメのことを話したいと思います。だってさ、前エッチアニメランキングの動画したんですけど、それってさ、エッチだから当たり前エッチのシーンがいっぱいある。昔のすっごく小さい時の見たのアニメもエッチシーンがいっぱいあった。でもそれは普通放送されたから絶対子供向けもだったし、なんか別にエッチなアニメだからじゃなくて、たまたまちょちょちょが出てきた。でちょっとねリストを作ったから、このトップ10の有名なのエッチシーンのことを話したいと思います。 Let's go。 では一番最初、私はねこの漫画家さんが大好きな、もう本当に大好き、高橋留美子さんです。イエーイ。現存一国からイニヤシャとランマ&ラム。このランマ&ラムはねかなりめっちゃエッチだった。すごくない？なんかランマってさ、男から女の子になるじゃん。男から女の子になる。一番なんか彼が何がやってるのはおっぱいを触るなんかあー、皆さんってさ、女の子になったらやっぱり一番なんかやりたいことはおっぱいを触るのかな。でもそうかな、じゃあ気持ちいいかなさ確かにそうかもしれない。なんかそれシーンだけはすげえ子供から見るとエロいなって思った。でなんかお風呂のシーンとか、まあ普通にあのファイトの時はあのフークがねツワッてになって、でそこにこれこれ見えるじゃん、普通見えるじゃん。それはなかなかないじゃん。なんかないよね、おっぱいまではなんかここまでとかあるけど、全部ニップレスとかも見えるアニメはねすごいね、90年代本当に。で次のはラムちゃんだ。ラムちゃんもね結構話だけを聞いたら結構エロかった。だって宇宙からめっちゃ美少女の宇宙人が来てあなたのことが大好きになる。さすがジャパンだね、これはこのストーリーは。でもね、宇宙人だからまあ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 、なんかスーツとかちょっと変な服を着てるとかじゃなくて、完全にトップとパンツとブツしかないじゃん。え、それは宇宙人なのって宇宙人なのそれ。ラモちゃんのブラがブワーって脱げて、アタルちゃんの方にブワーってハグしてエロって思って、男だったらめっちゃ喜ぶじゃんって思って、それが一番良かったかもしれないね。結構えってちょっとびっくりした。そこまで脱ぐって思わなかったな、ちっちゃい時は。もう一つのびっくりしたアニメ、これはもっとちっちゃかったかもしれない。ドラゴンボールです。ザジャーン。ドラゴンボールってさ、何回もブルマのパンツは見たことあるんですよ。そのちっちゃいの変態親父がすごくパンツとかおっぱいにもすごくゴメが持ってて、必ずさ、なんかナンパの仕方とかそういうちょっとヘッチなシーンがいっぱい出てきて、でちょっとインノセントなんですけどエロかったのは、ゴクちゃんほんとブルマのスカートが開けてパンツに見たは覚えてる。それはねわざとじゃなくて、ゴクちゃん、ゴクくんをやってるから、あ、まあしょうがないね、どこも子供だからちょっとわからないけど、まあ、とりあえずパンツ見ようみたい、うん、あ、この頭いいねって思った。あ、これもね夢だったんですけど、ちょっとエロいシーンがいっぱい出てきた。エヴァンゲリオン、ザ・ウンコフ天使の星座。あーっていうか全部のコスプレしたことあるね、今のアニメだと。ラムとランマ、まだ意外だとドラゴンボールの18度と、エヴァンゲリオンはハズカちゃん、レイちゃんのコスプレもしてたんだね、懐かしいエヴァンゲリオンだと、あ、私からね、でこれはね映画のシーンだった気がするけど、あのレイちゃんがなんかその事故終わった後に
その病院のベッドに寝てるの時が、あの、しんちゃんって呼ぼうかな。しんちゃん。これをやってる。あー、なんか横見たらなんか、なんで僕の手の中にヨーグルトがあるのとかラパルフィとかもあったんだけど、それが面白くて、多分一番最初見た時によくわからなかったね。そうですね、エヴァンゲリオンのもう一つはちょっとセクシーなキャラクターはね、ミサトちゃんだった。いや、ちょっと私はね、もうアスカとかレイはもうやってたんだけど、やっぱりなんか若すぎて、もう次は絶対ミサトちゃんの方にやりたいなって思った。っていうかセクシー、あのビールを飲む時とか、そういうアスカちゃんからそのお風呂が終わった後になんかこんな感じ、いや、ちょっと見えてくるじゃん。ちょっとこれギャって、ちょっとが見えてくるな、ちょっとキャって見えてくるの、あーあーって流れになるじゃん。そのとかね、美里ちゃんめっちゃなんかノーブラだったから、そういうすごいおおってほうノーブラでしょとか。これはね、エロかどうかわからないけど、私は小さい時にすごく残ってきたのはゴースト・イン・ザ・シェルのまことちゃん。あれ、日本だとそう、元子、うさなぎ、元子なんか、いつかコスプレがすごくやりたくて、一番最初見た時は多分5歳ぐらいで、お父さんに DVD を買ってもらって、で、有田の後にそれを見てなんかグロいなって思ってきた。でもちょっとセクシーシーンといえば、まあ、完全に彼女は完全にニュード、100% ニュードが見えてきたわ。あと彼女の、まあ、ファイトっていうか、ファイトに行くとかだったなんですけど、結構いろんなアングルから彼女のお尻がめっちゃワンズームだった。なんか覚えてる、完全にこんな感じでやってたのシーンが、すっごくここが、もうここからです。もう完全にパンツがあって、ふわーって、なんでこんなにアップしてるのって思った。よくイタリアにも大人気だったのアニメは、ルパン。タタタタン、ワオタンララナン、タンララナン。まあ特にはね、まあ、ルパンもちょっと変態の、じいちゃんだったなんですけど、藤子ミネっていうんだ。すっげえエロいセクシーキャラだった。まあ、藤子はね、誰でもの男の、なんか、夢のエロい女みたいのイメージあったやな。なんか、足から、私のソニックのセクシー、よくないこれ、私のソニックのソニック。なんかこんな感じ、すげえ足分かりの、取ってて、完全にここは見えてきたね。まあ、パンツだったんですけど、それは結構エロかった。私にとって、初めて日本人っぽいなアニメだなって思ってきたのは、ビデオグルアイ。デイエン少女。あの外国だとビデオグルアイ、超セクシーだった彼女で、なんか顔は大体アニメとか漫画ってさ、何人とかわからないじゃん。なんとなくってさ、目が大きくて顔がいつも同じぐらいだから、別に何の顔に似てるんだろう、ないかなって思ってたんだけど、この漫画はね、特に日本人に見えると。で、その時はね、超エロかった。もう完全にそういうの、テレビからめっちゃ美少女が出てきて、当たり前、それもジャパニーズスタイルだな。本当にすごいな。でも彼女のこういう、なんか何か言ってたかな、こういうみたいなポーズが、なんかその彼女はすげえおっぱいが大きくないなんですけど、すごくおっぱいの形がすごく綺麗に見えて、で、はっきり見えたから、あー、それも結構エロかったなー。あ、VHS も持ってた私、当たり前、お父さんは買ってたから私も見たんだ。お父さんね、今なんで買ったの、あー、なるほどね、今思い出した。これはね、びっくりしたのは、スタジオジブリは結構ピュアのアニメが多くないですか。で、その時はね、もののけ姫ちゃんのアシタカがダウンになった時に、サンちゃんは肉を食べさせたのシーンが、口で食べさせたから、ちょっとそれがエロい、なんかちょっと
あの、なんていう、結構日本人の考え方だと思うけど、ちょっともう一回読みたら、あ、お、え、私もされたいなって思わない？男だったら。え、絶対思うでしょ。あの、フェイリテイルというの、正直フェイリテイルはね、これも好きではない。なんかすっごくフェイリテイルのエルザっていうのキャラクターが、え、コスプレやって、やって、やってって聞かれるんだけど、そうそう、エルザは、まあ、コスプレ的にはかっこいいやなって、やりたいなって、もうアニメあんまり知らないから、そこまでね、ちょっと勇気がないなって思ってたんだけど、他のね、キャラクターがすごくやってくださいってリクエストがルーシー。ルーシーはね、一番最初からも出てくるキャラクターのメインキャラクターだから、ああ、まあまあ、可愛いなって思って、まあ、一番最初ね、見たときは、彼女ね、おっぱいがでかいからすっげー目立つ。まず。で、お風呂のシーンはね、一番多分みんなググってるのシーンだと思います。それってさ、ミズの中の時ってさ、いろんなアニメだと、ミズはここまでだったら下が何も見えないはず。なんか、ちょっと白いとか青いのミズの、あの、色の塗り方があるから、下が当たり前に見えないけど、そのお風呂のシーンはね、なんでわからないけど、そういうミズがね、すっげー下全部に見えてくるのミズだったから、そういう彼女はこんな感じで座ってる時に、そっち、そっち、あれ、ちょっと、ちょっと短いな、なんか、あ、なんか見えてしまうな、あの、多かった気がする。それがね、あ、ジャパニーズお風呂温泉最高。もう知ってると思う、知ってると思うけど、私はね、アイアツアワさんのナナが大好きだもん。超大好きもう大好きすぎてマジで病気になってるぐらいなんですけど、何回あの漫画を読んで面白い、あ、リアルだなって思って、このシーンエロくねって思った。特に私のイタリア人の女性ファンがね多くて、でもすごく若い子いるんですよ。だからナナが好きな時は、え、エロすぎないって言われて、エロすぎるのって。で、その一回ね、もう一回を見たら、私個人はね、個人いっぱいちょっとある、なんかリアルだからさ、キスとかそういうセックスのシーンが見える、あ、全部見えないけど、結構もうこうわかるじゃん、こうしたらさ、わかるじゃん、何やってるのが。みんなに腕出しさ、めっちゃエロい。で、もう一つはキスするの前に、なんか指とか、そういうナナちゃんの、レン君がナナちゃんに、その先に指をこんな感じして、で、こんな感じしてからフレンチキスをする。好きなの、めっちゃエロ。はい、最後、これは男はよく知ってるアニメだと思うなんですけど、まあ名所でね、あの、イタリアにもすごい大人気だった。私もコスプレもしたことあるもん、3回くらい。でも、あの、まあ、分かる、ワンピース、イエーイ。まあ、まずはね、ナミのおっぱいでかって思っちゃう。っていうか、ナミちゃんだけじゃなくて、全部、ワンピースのキャラクターの女の子は分かんないけど、すげえ、もう旦那に、ワンシーズン、セコンシーズン、スリーシーズン、4シーズン、なんかどんどんね、なんか A カップから G カップまでになる。どうやって、ちょっと教えて、私もなりたいよ、それは。なんか、本当に。で、でもね、私はね、ラフィちゃんとサンジは、ジャンプ、池袋のサンシャインシティの、アミューズメントパークがあって、で、そこに、サンジとルフィの公式コスプレをやったことあるんですよ。もう悪いけど超イケメンだったよ、私本当。でもそれよりが、まあ、プライベートで多分見たことあるんですけど、私ね、ボハンコクをやったんですよ。わーお、わー、超大好き、メロメロってされ、もうされたいぐらい。でも、見たときはね、エロいシーンが、私はね、よく思い出すのは、ボアハンクが出てくるの、彼女は負けて、一緒が、ぷわって、破れるね。ボアハンクの服破れるってさ、やばくない？まあ、服を破るは、なんか、日本のアニメだとめっちゃある。あとは、お風呂。日本人ってさ、
お風呂本当大好きなもんね。お風呂はね、思った以上はね、日本人から見るとエロい。私はね、そこまでエロくないかなって思うから、今このいっぱいそのエロいシーンのことを話してるんじゃないですか。だいたいお風呂のシーンが多いからさ。あ、なるほどね、みんなそう考えれるわ。ちょっと嫌だけど、あ、うーってな感じ。うん、まあ私はね、お風呂に入るときには全然綺麗じゃないけどね、結構これから、はーや、もうおばあちゃんみたい、いやー、ええなーって思うから、そんなにセクシーじゃないかもしれない。はい、ということで、これは私のトップ10の有名なのアニメのエロいシーンでした。イエイ。他のの自分で好きなアニメとかあったら、このエロいなシーンとかあれば、ぜひコメントしてください。あとはいいねしてもらって、私のチャンネルをどうかをシェアしてください。また次の動画へ。バイバイ。チャオ。